ヤンゴン環状線とは、ヤンゴン市内を走る全長 45.9km の環状線である。ヤンゴン環状線は、イギリス統治下のビルマにおいて1877年に、ヤンゴンとダニンゴン間で運行を開始し、独立後の1954年に、現在の環状線となった。2019年、日本の延尺間により改修工事が開始。信号設備の改修。 新型車両の導入により、速度を2倍、乗客数を3.5倍にする計画。ミャンマー環状線の駅は39駅あり、全区間を走行し環状を運転するものと、インセイン軍区ペイヤと、セイコゴンミンガラドン軍区間を、区間運行するものがある。2013年10月4日より、分による冷房付き特別列車が運行されている。一周の所要時間は、約3時間。 2013年10月に急行列車として導入が公表されたのは西日本旅客鉄道から譲渡された中古機動車キハ181系。総座席数は332席で1日8本運行する。運賃はミャンマー人が約40円で外国人は2ドルと設定されている。なお、ヤンゴン、チャイトー氏を結ぶ急行列車にも JR 西日本が ミャンマー鉄道運輸省に譲渡した、キハ181系が使用されている。この区間の外国人の乗車料金は10ドルで、バゴー市ワー氏、天座へ、市に停車しながら、ヤンゴン市、チャイトー市間を約4時間35分で結ぶ。ありがとうございます。